っと小泉は動機として与えられたトワイライトシンドローム殺人事件をプレイして、自分と同じようにゲームの登場人物だった誰かにその内容について相談したかったんだろう。そして西園寺は小泉の誘いに応じ、二人は後でゆっくり話をする約束を交わした。だけどそんな二人の約束を聞いていた人物がいた。そいつこそが今回の事件の犯人なんだよ。二人の会話を盗み聞いた犯人は、その約束を利用したある殺人計画を思いついた。あるものを用意することで二人の行動を操ろうと企んだんだ。それは手紙だ。小泉と西園寺のそれぞれに偽物の手紙を送ったんだ。小泉には14時30分にビーチハウスへ来てほしいという内容の手紙を送り、一方の西園寺には14時ちょうどにビーチハウスへ来てほしいという内容の手紙。そうやって約束の時間を別々にすることで、二人をバラバラにビーチハウスへとおびき出したんだ。その手紙にまんまと騙された西園寺は、手紙通りに14時にビーチハウスを訪れ、そこで待ち構えていた犯人によって眠らされてしまったんだ。西園寺を眠らせた犯人はすぐに彼女をクローゼットの中に隠した。後で彼女を犯人に仕立て上げるためにだ。そしてそのまま14時30分になると、今度は小泉がビーチハウスを訪れた。自分が殺人の標的として狙われているとも知らずにな。そんな無防備な小泉に背後から近づいた犯人は、ある凶器を構えた。あの現場に残ってた金属バットだ。金属バットは小泉の後頭部に振り下ろされ、そこで小泉は息絶えた。積み木の検視によると、小泉は即死だったらしいから、犯人が誰かもわからないまま殺されたんだろうな。こうして小泉を殺すという目的を達成した犯人は、そこから現場の偽装工作を開始したんだ。まず小泉の死体を引きずって移動させ、その死体で道路側のドアを封鎖してしまった。それと現場に落ちていた仮面も、そこで犯人が自ら残したものなんだろうな。理由はわからないけど、犯行声明みたいなものなのかもしれない。俺たちが死体を発見した時の状況はこうやって作られたんだ。だけど小泉の死体を動かしたせいで、犯人はその返り血を体に付着させてしまった。しかもシャワールームは故障中で水が出ないから、それを洗い流すこともできない。でもそんなことは犯人の想定内だった。犯人は自分の体の血を洗い流すためにシャワー以外の別のものを使ったんだ。ビーチハウスの冷蔵庫にあったペットボトルの水だ。おそらく一連の犯行に及ぶ前からシャワールームにそれを運んでおいたんだろうな。犯人は水の出ないシャワーの代わりに、それで自分の体に付着した血を洗い流したんだ。ただ空になったペットボトルだけはビーチハウスのゴミ箱に捨てるしかなかったんだろう。屋外に物を捨てるのは禁止だし、別の場所に運ぶのは時間がかかるからな。そうやって血を洗い流した犯人は、西園寺がいるクローゼットのある場所に隠れたんだ。犯人はあらかじめ空にしておいたサーフボードケースの中に隠れたんだよ。そしてそのまま時間が経つと、睡眠薬の効果が切れた西園寺が目を覚ました。クローゼットから出てきた西園寺はかなり動揺したはずだ。会う約束をしていたはずの小泉がなぜか目の前で死んでたんだからな。西園寺はそのショックと自分が疑われるかもしれないという焦りから、慌ててビーチハウスを飛び出してしまったんだ。そのせいで西園寺は砂浜に足跡を残してしまったんだ。
全ては西園寺をはめるための犯人の罠だったんだよ。そして西園寺が立ち去った後、犯人はようやくサーフボードケースから出てくると、西園寺にさらなる疑惑を向けるため事前に準備していたグミを置いたんだ。もっとも結果的にはそれが西園寺の疑惑を晴らす手助けになるんだけどな。そして最後に犯人はビーチハウスからの脱出に取り掛かった。もちろんビーチから出て足跡を残すわけにはいかないから、犯人は別のルートでビーチハウスから脱出したんだ。それはシャワールームの小窓だ。ただ小窓は高い位置にあるから普通じゃ届かない。そこで犯人はある意外な道具を使ったんだ。犯人がいつも身につけていた竹刀だ。犯人はその竹刀の柄に竹刀を入れていた袋を結びつけ、そして竹刀袋を片手に持ったまま竹刀を踏み台にして小窓に飛び移ったんだ。そうやって外に出ることができれば、あとは竹刀袋を引っ張って竹刀を回収するだけだ。こうしてビーチハウスを後にした犯人は何食わぬ顔で俺たちの前に現れた。だけど濡れた髪と水着はすぐには乾かない。それを拭くタオルもビーチハウスにはなかった。だから犯人は言い訳のために俺たちにこう言ったんだ。どうだ、これがお前が起こした事件の真相だ。そうだよな、ペコ。なる。で、それがどうしたのだ。へっちゃらかよ。私には何もやましいことなどないからな。何言ってんのさ、小泉お姉を殺した分際で。違う。私は正義の名のもとに悪を成敗しただけだ。断罪される理由などどこにもない。もういいよ、さっさと投票を終わらせてこの天然土変態女をぶっ殺しちゃおうよ。殺されるわ。正義は決して殺されはしないぞ。それはお前たちにもよくわかっているはずだ。何を言っている。いいか、最も大切なものを守るためには大切なものを捨てる覚悟が必要なのだ。わかったか。わかりません。何もわかりません。では単刀直入に言おう。お前たちには正義を執行してもらう。私という正義を生き延びさせるために自分の命を諦めるのだ。本気で言ってるのか。本気どころか正義だ。ここで私が倒れたら誰がこの世の悪を取り締まるというのだ。さあ自分の中にある正義の心に従うのだ。とっとと正義を執行しろ。ふざけんな。誰がおめえなんかのために死ぬか。ここでペコちゃんを見逃したら。いぶき、偉大なる正義のためであれば多少の犠牲はやむを得まい。多少って、そんな。安心しろ、お前たちが命を賭して守った正義は決して無駄にはしないぞ。もう付き合ってらんないよ。早く投票して処刑しちゃおうってば。あのですけど。このクマよ、投票者。むく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 。やっと起きた。話は聞かせてもらった。いや、聞いてなかったけど別にいいや。ではお前らはお手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるのは誰か。そのプッ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 プ、ワクワクのドキドキだよね。話し合いを続けさせてください。話し合いを続けるって
でも投票は終わっちゃいましたよ。ですけど、どうしても気になって。だってこんなの絶対におかしいんですって。おかしいとはどういう意味じゃ。それはそうなんですけど、ただですね、江小山さんは本当にキラキラちゃんなのか、殺人鬼マニアのソニアさんはそれを気にして。え、おい、ソニアさんは殺人鬼マニアなんかじゃねえぞ。人より少しだけ熱狂的な情熱を注いでいるだけだ。世間ではそれをマニアと呼ぶんす。実を言うと僕も疑問に思ってたんだよね。だってソニアさんの知るキラキラちゃんとペコ山さんとでは決定的な相違点があるもんね。決定的な相違点、あのね、ソニアさんはキラ正義、正義で貫く正義のど真ん中、闇夜に輝く人呼んでキラキラちゃんとは。雑誌にその時のレポートが原文で載っていたので、私がそれを訳してみたのです。訳してみたってことは、つまり日本語じゃなかったってことだよな。え？はい、私が読んでいたあの雑誌はスペイン語の雑誌だったのです。ですからそこに載っていたキラキラちゃんのセリフも間違いなくスペイン語で、つまりキラキラちゃんと遭遇したジャーナリストも日本人じゃねえってことか。もう、エコヤマ、お前はキラキラちゃんなんかじゃない。それでも自分がキラキラちゃんって言い張るなら、今の決め台詞を今度は、お前にそれができ、どうやらこの仮面の剥がれる時が来たようだな。だがそれでいい。私、そして今頃気づいたところでお前たちは手遅れだ。私の役割はとっくに終了している。私の道具としての役割はもう全て。あれ、なんかまた元に戻っちゃいましたけど。あの仮面はもう用済みだ。なんだよそれ。用済みとか手遅れとかどういう意味だ。すでに投票を終えた今となってはという意味だ。おい、はっきりせんか。目的などあるわけがない。道具ってどういう意味なんですか。ペコ山さんが道具ってことはさ、つまり当然だろう。どう、なるほどね。ようやくわかったよ。まあなんとなくそんな気はしてたんだけどね。どういうことなんだ。つまり殺人現場になったビーチハウスには別の誰か。ほら、それを裏付ける根拠だってあったはずだよ。よく思い出してみてよ。死体を発見すると流されるもの。そして今回のケースでは犯人であるペコ山さんは含まれていない。
だとすると死体を発見したのは西園寺さんと相田君だけってことになるけど。そっか、それだと一人足りないんだね。となれば必然的にあの場にはもう一人いたということになる。しかもモナクマがフレキシブルに対応してまでその事実を隠そうとしたってこと。それは裁判の行方を握る重要な手がかりのはずだよ。例えば。いや、そうじゃない。あれ、ちょっと、ああ、根本的な考え方からして間違っているな。言ったはずだぞ、私は道具だと。つまり私はそのお方。その誰かって、今回の事件において誰よりも強烈な動機を持っていた。お前しかいない。クズ竜のことか。そっか、ここでようやくつながるんだね、今回の動機と今回の事件が。でも動機っつってもただのゲームだろ。そんなゲームなんかが強烈。泉の殺人に関係ないならそこまで。あのゲームは間違いなく現実でも起きてたんだ。それはクリア特典としてもらえた写真に写ってたのはどれもゲームの画面なんかじゃなかった。どれも現実の風景を切り取った本物の写真だったんだ。本当はクズ竜だって分かってたんだろ。犠牲者になった女子高生が自分の妹かどうかってことは分かってたんだろ。だって最初にあのゲームをクリアしてクリア特典を手に入れたやつって。あの封筒がそうだったんだろ。クリア特典。そんな風に自分の妹の死体写真を見せつけられたら、それでもその事実を否定したくて、その確認。ねえ、どうしてクズ竜の話になってんの？そ、だって殺したのはペコ山なんでしょ？っていうか、もう投票しちゃいましたよ。だから手遅れだと言ったのだ。何度も言っているように、私はただの道具にしか過ぎない存在だ。私には小泉を殺す動機などないし、殺す理由もなければ、私はただ道具として使われただけだ。なあ、つまり私は犯人ではないということだ。私という凶器を使ったクズ竜冬彦こそ。なんだそれ。なるほどね、それが。いや、私には狙いなどない。それがあるとすれば坊ちゃんの方だ。それがこの事件の真相だ。今さら気づいたところでもう手遅れだがな。投票。それは困ったね。もしペコ山さんの主張が通っちゃったら、その場合に生き残っ俺だけ。おかしいよ、そんなのどう考えたっておかしい。大体ペコ山のどこが道具なんじゃ。ペコ山は歴史とした人間だろうが。それを決めるのはお前たちではない、モノクマだ。すでに投票は終了している。あとはモノクマの判断に従うしかないはずだ。迷いつつも、とり
これで終了ってことで、そしてお楽しみの結果発表はこの後すぐ。ごめん。おい、こら！おいおい。いや、知らないだけだ。ねえ。あの、いや、私はドームだ。なんだと？坊ちゃんが襲われれば盾となって守り、坊ちゃんが殺意を抱けば剣となって殺す。私はそのためだけに生きる権利を与えられたのだ。私は人間である前にこの体が動かなくなる時まで、私はその…そんな…なんでもない。え？貴様。いや、私は道具だ。だからよ、だけど、あの、おやおや、でも、マジっすか？そして、そんな、ねえ、てめえ、でもどうして？うっせえんだよ。まったくよ。終わりましたよ。なんじゃと。
黙って。はい。まさか。ちげえだろ。いや、参ったな。なるほどね。素晴らしいよ。違う。さてと。え？ねえ。待て。俺。まったく。ねえ。あの。ああ。ああ。俺は。坊ちゃん。俺は。坊ちゃん。ねえ。くそ。終わりましたよ。てめえ。分かってんだろ。ここで人を殺したら。分かっているからこそやったんです。なあペコ、最初にこの島では今までの俺らの関係。いいか、お前は逃げろ。このまま俺のせい。おっちゃん、それは無理ですよ。うるせえ。俺のことは気にすんなっつってんだ。気にしないわけには。私は坊ちゃんのドームです。所有者がいなくなってしまったら。だからそれはもう終わりなんだ。俺の言うことが聞けねえのかよ。どちらにしても逃げ切れません。この計画ではおそらく見破られるでしょう。だったらなんでてめえは。私に策があります。策だ。ご安心ください。私が必ず坊ちゃんを生かして返してみせます。てめえ、道具としての役割を全うするだけです。さあ早く逃げてください。あなたが出て行った後、彼女の死体で道路が終わったから。早く。いいか、絶対に逃げろよ。俺のことなんか崩れ。てめえは逃げる。悪い坊ちゃん。情けねえ。まったく。にゃほほほほ。ぷぷぷぷぷ。うわへへへへ。すまねえ。
それでも私は、ペコ、申し訳ありません。さようなら。うん、そしてもう二度とこんなこ私は絶望などしない。かっちょいい。キャッキャッキャッ。冬彦坊ちゃん、だからよ、覚えておいてほしいのです。Thank you.